平野紫仕様、キンプリの仲間との友情を暴露。レースイエピソードにファン感動。こんにちは、皆さん。ジャニーズ界の注目すべき出来事が続々と起こっていますが、その中でも元キングプリンス、キンプリ、の平野仕様が、 8月30日に行ったインスタライブで、シクストーンズの森本慎太郎や金プリの高橋山、岸優太の名前を出し、ジャニーズ祭りの様相を提したことは、多くのファンにとって驚きの瞬間でした。 同じ日、ジャニーズ事務所をめぐる藤島ジュリー稽子社長の辞任が決定的になったと一斉報道され、マスコミ界隈では、長年、同族経営を続けてきた同社の終わりの始まりの日になった、とも言われていますが、果たして平野は何を思って、この配信を行っていたのでしょうか平野氏を、ジャニーズ事務所の変革に一役買う 同29日、創業者のジャニー北川氏、2019年に失去の性加害問題をめぐる再発防止特別チームが会見を行い、性加害が認定されたと報告し、ジュリー氏への退任勧告も行いました。翌30日には、新聞やテレビ番組でも、ジャニーズ事務所の問題点について大々的に取り上げられました。そんな中、 平野は事前予告通りにインスタライブに登場し、ファンのコメントを積極的に読み上げ、質問にも軽快に答えていました。途中で俳優の横浜流れ星が登場するサプライズもあり、視聴者は50万人を超える大盛況ぶりでした。平野仕様でも、園長優しいよ、金プリ高橋山の泥水エピソード明かす。中でも SNS を沸かせていたのは、 岸シユタの誕生日会エピソード。昨年9月のキシの誕生日会に関しては、8月23日放送の、キングプリンス長瀬角のレイディー・オー・ゴーデン文化放送内で長瀬とゲスト出演した高橋、キシの3人が、その際のエピソードを披露しました。会の途中で高橋が泥酔したため、 他の4人がタクシーを手配し、先に帰宅したという出来事が明らかにされました。このラジオを聞いていた視聴者から、アマを置いて帰ったとコメントが寄せられ平野は多分置いて帰った、笑いと告白。しかし平野は続けて、でも園長優しいよ、と話し、別の回で酔いつぶれた高橋を車で迎えに行き、家まで送ったことを明かしました。 シクストーンズ森本慎太郎、平野耀との共演未遂後実談。また、平野はインスタライブで、親友として知られる森本についても言及しました。森本は前回のインスタライブで共演未遂するというン事を起こしていました。配信中、突然、平野は、親友から電話が来たんだけど、と目を丸くし、 視聴者に相手の声が聞こえないように一瞬通話しましたが、笑いながら電話を切っていました。その人物について、僕と似た体型のゴリラっぽい方というか、顔がちょっとも愛っぽいと話したことで、ファンはすぐに森本からの着信だと気づきました。 その後、森本は26日放送のシクストーンズのオールナイト日本サタデースペシャル日本放送でインスタライブ中の部屋に電話をかけたことを明かし、ファンを驚かせたんです。現役ジャニーズが退場者と共演未遂したとあって、森本が事務所関係者からお叱りを受けていてもおかしくないかと思いますが、 平野が今回のインスタライブで明かしたところによると、森本から、俺も何もなかったお。ハートマーク、大丈夫だったお。ハートマーク、怒られるわけないでしょうに、というメールが届いたとのこと。その場で平野も、ならよかったわら、と返信していました。平野市用、黒詐欺、撮影時の体重激減も告白。 他にも平野は、主演ドラマ、黒詐欺、TBSK、22年10月期、撮影時、1日5食食べていたのに体重が激減したという裏話を明かし、同ドラマの主題歌であるキンプリの、月読み、お口ずさんだりして、ファンを喜ばせました。危機的状況のジャニーズ事務所とは裏腹に、 古巣となったジャニーズの仲間たちとの交流や在籍当時の思い出をにこやかに話す平野に救われたというファンが少なからずいたことでしょう。これが平野にとってのジャニーズや所属タレント、スタッフらへのエールだったということなのかもしれませんね。結論。平野仕用のインスタライブはジャニーズ事務所に大きな変革の兆しが見える中でファンにとっての心の支えとなりました。 彼が明かしたエピソードや秘話は、彼の優しさや友情を示すものであり、ファンにとっては大きな励ましとなったことでしょう。今後も平野のインスタライブに注目し、彼がどんな話題を提供してくれるのか楽しみにしていきたいと思います。ジャニーズ界の未来に期待が膨らむ瞬間でもありました。それでは、ジャニーズのファンの皆さん。 引き続き平野仕様とジャニーズ事務所の動向に注目しましょう。